の1軍に上がった内藤ではなく左腕の広瀬。6年ぶりの先発で緊張したという広瀬は1回左の野村にタイムリーを打たれるなどこの回2点、3回にも3点を取られ広島には左というヤクルトベンチの期待を裏切りました。内藤が出てきたのは4回5点ビハインドの場面からです。6月1日以来2ヶ月ぶりに復活の内藤は気迫のこもった投球で敗戦ムードの漂うヤクルトベンチに喝を入れます。内藤のガッツに刺激されたのか3回まで北別府に手も足も出なかったヤクルトはその裏レイのレイヤの9号ツーランで追撃開始。広沢池山が倒れた後畑もライトスタンドへ9号ソロホームラン。これで5対3試合は分からなくなってきました。そして7回ワンアウト1塁のチャンスで好投の内藤に代えて代打杉浦、ピッチャーは広島3人目長富。 2-3 から7球目レフトオーバーのツーベース、ヤクルト1点差に詰め寄ります。さらに2アウト1、2塁で3番ジョニー・レイがレフト前へ弾き返してヤクルトついに同点に追いつきます。同点で迎えた9回広島はノーアウト満塁のチャンス。しかしここで岡林踏ん張り代打原を三振、続く甲3バントスクイーズ失敗、そして前田も三振、絶体絶命のピンチを切り抜けます。その裏ヤクルトはピッチャー岡林自らのヒットなどでワンアウト1、2塁とサヨナラのチャンス。しかし広沢、池山が倒れ試合は延長戦に入り、現在11回の裏ヤクルトの攻撃中です。サヨナラの場面です。11回の裏ツーアウトランナー2塁、レイがライトへの2塁打打ってバッターボックス広沢です。ノーストライクワンボールから次が2球目マウンド上金石、ですよね、コントロール甘いですしボールは高いですね。ワンアウトからそのピンチヒッター杉浦にタイムリーヒットを打たれました、まあ、これはねうまい、外野手だったら取ったかもわかんないですね。これで、まあ、しかし1点差4対5です。この後2アウトランナー2塁1塁で迎えるバッターは先ほどホームランを打っているジョニー・レイ。まあ、長富といえばもうエース格ですよね。これは力で抑えなきゃいけないんですけどね、こういう甘いボール投げるちょっとだらしなかったですね。今日はカープに対して再びジョニーからの伝言が届きまして、これで5対5同点、5点のビハインド、7回の裏で振り出しに戻しましたスワローズです。乗ってます。さてこうなりますとスワローズは8回からルーキーの岡林を投入、しかし9回と2本と敬遠のフォアボール、ノーアウト満塁のピンチを迎えてカープはピンチヒッター原、まず141キロで空振りの三振。さあ山本監督、続く甲にはスクイズのサインを出しておりましたが、これが3バントスクイズ失敗、2アウト。しかしまだ3人の走者を背負って苦しいピッチングは続きます。岡林、バッターは前田、その前田は140キロで結局記録的には3者連続三振、ピシャリと抑えました。ゲームの方は延長12回に入ります。午後11時を過ぎますと都の条例によりまして18歳未満の子どもさんは家に帰らなければいけない、その前になんとか決着をつけてほしいという願いがこの池山にかかりました。その池山、見事5番手近藤の7球目を捉えましてレフトスタンド第24号のサヨナラホームラン、ヤクルト劇的な勝ちを収めています。前半ノーヒットでね、みんなポコポコ打って、まあ、歯がゆい気持ちだったんですけどね、まあ、なんとか打てればいいやと思って行ったんですけどね、いい具合に出てよかったです。これきっかけにまたぐんぐんと勢い乗れたらいいなと思いますよね。2点と4